まあ、実際に目に見える形で宣教師を送り出すことによって、その思いがやっぱり教会の中に強くなっていったんじゃないかなと思っています。今日のクリナビは、奈良から日本、そして世界へ多数の宣教の働きをサポートする奈良福音教会の緒方圭一先生にお話を伺います。皆さんこんにちは。クリスチャンナビゲーションクリナビの時間になりました。今日も MC ナビゲーターを務めますミッキー先生、瀬野光希です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、日本には8000の教会があるんですが、それぞれの教会の宣教伝道という、こういう姿勢もあるんですけれども、活動もあるんですけれども、それらを超えまして、あるところでは教団、あるところでは教派を超えた超教派で、いろんな宣教団体の活動があるんですね。そのような活動をですね、ご熱心に進めながら、また支援をなさっている教会があります。関西の奈良にあります奈良福音教会、主任牧師の今日は緒方健一先生に来ていただいています。さあ、どのような熱心なサポートをなさっておられるのか、活動をなさっているのか、お伺いしたいと思います。それでは緒方先生、どうぞお入りください。こんにちは。どうぞおかけください、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。緒方先生は1971年大阪生まれ。19歳の時、プロのミュージシャンを目指す中、宣教師に出会いクリスチャンになりました。数年後、当時付き合っていた彼女と共に献身し結婚。1998年から牧師として仕え、2007年から JEC 奈良福音教会に導かれ、伝道師を経て2019年6月に同教会の牧師に就任しました。先生の教会なんですが、このドイツに宣教師を使わせておられたり、また私どものこの日本 CGNTV にも関心を注いで、多くのご支援、そしてまたクリスチャンの宣教団体へのこの支援ですね、特に海外にありましても、いろんな活動をなさっている方々の支援もご熱心に なさっている教会だというふうに伺っているんですね。奈良福音教会、奈良福というふうに呼んでらっしゃるんですね。いいですね。宣教に積極的に参加する教会ということで あのイメージが、このキリスト教会の中でも定着をしていると思うんですけれども、この教会の特徴といいますか、そこを少し教えてください。そうですね、そう言われるとなんか恐縮なんですが、私どもの奈良福音教会は、JC 日本福音教会という教団というかグループに属していまして、その教団がですね、グループがもともとスウェーデンの宣教師によって始められて、でその初期の頃に女性宣教師が、奈良福音教会を始めたんですね。ですので、そこからもうなんか宣教スピリットというか、もう根底に根付いているような教会だと私は思っています。でその後、日本人の先生方に引き継いで行かれるんですけども、ちょうど私の前任者の先生の時に今度はドイツに宣教師を使わされることになりまして、よりその宣教スピリットというか、実際に目に見える形で宣教師を送り出すことによって、その思いがやっぱり教会の中に強くなっていったんじゃないかなと思っています。そうですか。
スウェーデンから派遣されたイーネス・ターン宣教師によって1952年に開拓された奈良福音教会は宣教のスピリットを持った教会です。宣教に向かって神様のご計画のうちを私たちはブレずに進むための欠かすことができないものを私たち見たいと思います。日本のルーツである奈良が変われば日本が変わるというビジョンを掲げ、愛し合い、許し合い、使い合うことを目標にして、これまで日本のリバイバルのために祈り備えてきました。水曜日のその祈祷会とかに時々その宣教で行ってらっしゃる方も、とてもテレビでは行ってはいけないみたいなところに行ってらっしゃる方々も直接来てくださって、割とそのお話を聞くことができます。そういう尾形先生はいろんなところで宣教をしたいし、サポートしたいというお気持ちはいつも私たちには見えます。2006年には伊野早美宣教師をドイツに派遣し、これまで15年間密接な連携を取りながら奈良からドイツでの働きをしっかりとサポートしてきました。伊野先生、毎月どういう方が、教会に集っていらっしゃるか報告してくださいます。そこに集まっている人を思いながら、祈祷会で祈ったりしています。本当多くの方々がこう関わってくださって、でそれをこう神様が全ての人を結びつけているというのを感じる、本当こうとてもこういい感じの、支える活動となっています。教会から送り出されているという感覚が常にあるんですね。でそして、毎月支援会の中で祈ってくださっているのをひしひしと感じています。私は一人ではない、本当にそのバックにたくさんの方が祈ってくださっているというのをいつも感じています。私たちが礼拝している教会本当に少ないんですね。今特にコロナで10名前後ぐらいで礼拝をしてるんですけど、こう街道に席がいっぱい余ってるんですね。で、ある方が、ドイツの方が、私たちの群れは小さいけれども、この空いてる席に日本で祈ってくださってる方が座ってると思ったら、私たちは決して小さくないって言ってくださったんです。私はとても嬉しかったです。宣教は宣教師だけでは絶対にできない働きです。宣教師は本当にもう末端の一部であって、その背後に多くの方の思いと祈りがなければ絶対に成り立たない働きなんですね。で、宣教師自身に飯を与えられることは結構あるんですけれども、そのサポート体制が整うかどうかっていうので、本当にその宣教師が送られることが可能になるかどうかがかかってくるんです。で、その支える側の働きの重要性っていうのはあんまり今まで語られてこなかった。でもそこがどれだけ大切かっていうことを本当に多くの日本の教会に知っていただいて、宣教師どうぞやってくださいではなく、自分もそこに関わるんだ、私がもう宣教の一部なんだっていう思いになって、そこに関わってくださると教会が増えていったら素晴らしいと私は思っています。先生が所属なさっているこの JEC というグループですけれども、私も関西に大阪、和歌山と含めて10年ぐらいおりましたので、大変 JEC の先生方とは深い交わりがいろいろありまして、もう本当にどこの教会に行っても先生方も非常にオープンで、良い教団なんですけれども、でもそんな中でも奈良福音教会がこの宣教に対するサポートを本当にたくさんしておられると聞いているんですよね。この私どものこの日本 CGN TV にも関心を注いでくださっているということで、本当に感謝をしたいと思いますね。尾形先生の履歴を拝見したんですが、ロッカーを目指していた、ミュージシャンを目指していたと伺ったんですけれども、ロックといってもちょっとハード系の、バンドで、ヘビメタですか？ヘビメタまではいかないです、はい、いわゆるその系統の音楽ですね、はい、そうなんですか。そんな先生が、クリスチャンになったのもこの宣教師に導かれたのが一つのきっかけであった、
ということなんですね、その辺のお話を少し伺ってよろしいですか。はい、ですね、私は20歳の時にですね、神様と出会いまして、イエス様と出会いました。それまでノンクリスチャンホームでしたので、教会とか、クリスチャンとかと言われる人とはもうほとんど接点がないというか、もうほとんどというか全く接点がないところで育ちましたので、教会が日本にあるっていうことも知らなかったぐらい で、もともと大阪でいらっしゃるんですね、はい、生まれ育ちが大阪で。そうですね。あ、なるほど、はい、でそんな中ですね、大学の時に、はい、彼女と一緒に、英会話を習いたいっていうことがきっかけで、その時に大学の英会話の講師してたのが宣教師先生だったんですね。でその先生が英会話を教会でしてるっておっしゃってたので、彼女と二人で、じゃあ教会だったら、そんなぼったくれないし安いだろうということで行ったのが初めて教会の扉をくぐった時でした。そうなんですか、はい。その後はじゃあどうなったんでしょうか。その英会話クラスに一つ条件がありまして、はい、英会話を習うんだったら、それ日曜日されてたんですけども、礼拝にも必ず出てくださいと、でバイリンガルで礼拝がされているので、それもいい英語の勉強になりますということで、はい、それで礼拝も残って、メッセージというものとか初めて聞くことになりました、はい、そうですか、先ほども、お話ししましたけど、ヘビメタ系のロッカーであった先生がですよ、教会に行くわけですね。最初に行かれたその教会での礼拝の様子、先生いかがでしたか。最初の印象っていうのは、うわなんじゃこの弱っちい歌はというか愛とか慰めとかで、もう衝撃的で、で、一番衝撃的だったのが、その日に歌われたのが、パワーインザブラッドっていう英語の曲の日本語で、はい、力ある主イエスの血受けようと、はいはい、それが臨床でサビの部分受けよう、臨床でされていまして、でそれを聞いた瞬間に、血を受けようっていうこと、私からすると、ヘビメタの世界で血を受けるっていうと、なんか悪魔崇拝的なもののイメージが強かったですので、わこの場所はやばいと思って、すぐに隣にいた彼女に帰るぞって言おうと思ったらですね、彼女は気持ちよさそうに歌ってたんですね。それが最初の、そうなんですか、ワーシップ賛美の印象ですね。その後実はその賛美が終わった後に司会の方が祈りましょうって言って、皆さんこの下を向いてうつむいて祈る時があるんですが、私はこれ祈ったら先ほどの血を受けようっていうのとつながって洗脳されるんじゃないかと思いまして、私は絶対に顔を下げないと、目もつぶらないと言ってた。隣で彼女は一緒に祈ってたんですね。で終わってから彼女にいろいろ後から聞いたところ、彼女は小さな頃に、兄弟と一緒に日曜学校に行った経験があったという話だったんです。3ヶ月ぐらい経った後ですね、実はこのある日に宣教師先生と祈ってるこのシーンを見まして、私はなんか直感的にこれはやばいことになってるんじゃないかなと思いまして、礼拝が終わってからこのお祈りが終わってから宣教師との彼女に尋ねたら、私クリスチャンになったって言ったんですね。でそれを聞いて、いよいよこれは洗脳されたのでやばいことになったと、何とかしないといけないと私は思って、この洗脳からどうやったら解けるのかといろいろ考えたんですね。で考えていたところ、私よりも先手を打って彼女の方から私の前に新約聖書を突き出してきまして、これは私の信じてることやから、これ信じひんかったら今の付き合いはやめないかんからって言われたんです。決定的です ね、誰か違う男の人が好きになったとか、そういう理由だったらまだ納得、いかなくても理由が明確なので引き下がることはできますけど、なんかイエス・キリストってカタカナの文字の人で突然現れて目には見えなくて、その人を信じたから僕よりそっちが大事だからって言われても
全然納得がいかなかったので、まあ、突きつけられた聖書を、まあ、読んでみて荒探しをして、これは嘘っぱちだと証明できたらやめるだろうと思って、その日から読み始めたんですが、まあ、彼女はその時にあのヨハネの福音書からぜひ読んでって言ったので、そこだけはなぜか素直に聞いて、ヨハネから読みました。愛してるからね。はい。ちょうどヨハネの2章に来た時に、はい、あの水がブドウ酒に変わるというところが初めて、カナの婚宴の、ね、奇跡ですね、はい、それを読んで、まあ、こんなこと、こんなおとぎ話みたいな話、うん、あるわけないし、こんなこと信じてるとおかしいと思いまして、うん、次の週の日曜日に私の方からこの宣教師のところに行って、この話をさせてほしいと、こんな嘘を彼女に信じ込ませてっていうのを言ってやろうと思いまして、礼拝後に時間をくださいと、で話をしたんですね。で話をして、先生に、いやこれはこんなこと信じてるなんてどういうことですかっていうと言ったんです。まあ私は対抗的な態度だったんですけども、先生は至って冷静で優しく私にその2章の話を説明してくださって、まあ、今何を言われたかあんまり覚えてはいないんですけど、終わる頃には私も納得してまして、なんか帰る時には、あ、先生ありがとうございましたって言って帰ったんですね。で帰り道、いやこんなはずじゃない、次回こそはなんとかこのこちらが勝利してと思って、それからもうほぼ毎週、彼女が教会に行けない時も私は一人で行って先生にこの対抗して話をしたんですけど、実は毎回最後は同じ結果でして、先生にありがとうございましたって言って帰る羽目になってしまったという。そうなんですが、まあ、でもそんな中で何か先生の中に聖霊様が働いてくださって、キリストイエスっていう救い主が何か徐々にこう見えてきた部分っていうのがおありになりましたか。はい、そうですね。ある日ですね、私がそのバンドのライブがあった日に、終わった後大体この大勢で居酒屋もほぼ貸し切って打ち上げを朝までするんですが、まあ、その日行った時には途中から、まあ、自分の心に何か違う雰囲気というか、いつもと違うものを感じまして、なんか途中から一人ぼっちになった気持ちになったんですね。ポツンといっぱいいるんですけど、人がポツンと一人ぼっちになった気持ちになった時に、なんか心の中に問いかける声が聞こえたんですね。それは、お前からこのギターと音楽を取ったら何が残るかと、一つ目の質問で、で私はうんと考えたところ、最後に出た答えは、いや何も残らないなと思ったんです。でそう思ってたら、もう一つ問いかけが心に来まして、もし音楽とギターがなくなれば、この周りにいる人たちは、お前のことを今と同じように緒方健一として友達でいてくれるか、で私の中に出た答えは最終的に寂しいもので、いやそうじゃないだろうと思ったんですね。でその瞬間、なんか自分の存在の意味というか、生きてる意味って何だろうかってすごく深く問われて考えさせられたんですね。でそれがきっかけで、次の週から荒探しをやめてですね、自分探しのために礼拝を出て聖書を読み始めたということです。でもその時から、今度は真理を探す、その真理探しに自分自身が向いて、同じ聖書ですけれども読み方が本当に違ってきますよね。そんな中で先生はイエス・キリストを救い主として受けられたということなんでしょうか。そうですね。その自分探しになってから真剣にメッセージを聞いて、で徐々にこの真理を知っていったというか、神様が全てのものを作られて、特にこの私も最初から最高の存在として作った、でそして愛してくださってるっていうのが分かった時に、それはすごい衝撃的だったんですね。っていうのは、私は育った環境があまり良くなかったというか、父との関係が崩壊しているような、そういう状況でしたので、愛されてるとか自分が受け入れられてるっていう感覚がほぼなかったとか、味わったことがなかったので、
自分を愛してくださってる方がいるっていうのを知った時に心が打たれまして、でしかもその方が自分の人生が過去どのようなものであったとしてももう一度新しくやり直すことができるように、命がけでそれを十字架にかかって命がけでそれを道を敷いてくれたっていうのを知って、じゃあ私もそれだったら信じさせていただきたいなと思ったんですね。ただ最後にちょっと一歩踏み込めないことがありまして、それはいくらそのように愛してくださってて十字架にかかってくださったと言っても私のためにはちょっと難しい、他の人を清く正しく生きてきた人にはよくても私のようなものはそれに該当しないかもしれないなっていう疑いが起こったんですね。でその時に宣教師先生にそのことを話をしたところ、小坂忠さんの出会いの歌という本を貸してくださいまして、でそれをすぐに読んだんですけど、ちょっと失礼な話かもしれないんですが、読んだ後に私もじゃあ救われるなって確信をいただいたんですね。でそれでもう心にイエス様を受け入れますと宣教師先生に伝えて決心しました。そうでしたか。でも不思議ですね、先生が最初はもう反発心を持った聖書から今度はこの真理なるキリストイエスを探されて受け入れることになったっていうことなんですよね。そしてその先生がここのクリスチャンになられるというそういうお証はね、いろいろ聞きますけれども、そこから今度はいわゆる献身者、神への献身者、牧師となられるんですよね。この経緯についても少しお話しください。はい、私も夢にも思っていなかったわけですけど、そういう形で救われたもんですから、救われたことがすごくもう嬉しかったんですね。自分の人生が180度変えられたっていう思いがありまして、なのでもう本当にその時から教会であるありとあらゆる集会にも出て、で奉仕の機会があればもう全部伝道でもトラクトを配る時も全て参加させてもらうような、そんな日々を過ごし始めたんですね。でそれが楽しくて、3年ぐらい経った時に、私もっと神様のために時間を使いたいっていうことを宣教師の先生に言いました。そしたら先生がその時いた教会はジュニアスタッフというかそういう若い人たちが奉仕できる、グループみたいなのを作っておられたので、そのジュニアスタッフにならないかということを言われまして、それで、第一歩目の献身を始めました。なさったということですね。さて今日、本題といいますか、先生にぜひお伺いしたいと思っておりました、教会が宣教に取り組むっていうことにおいてですね、先生がご覧になって必要な重要なところっていうのがおありになりますか。教会が宣教のスピリットを持って立つっていうことを、私は偉そうに言える立場では何でもないんですけども、私の思っていることはやっぱりこの特別なものではないという視点をいつも持っておくというか、なんか宣教は特別な人に任された特別なことで、普通に教会に通っている一人一人にはあまり関係ないっていう、そういう文化から抜け出るというか、私にも関わりがあるっていうのを、文化としていつも根付かせて一人一人のうちにそういうスピリットを持っておくっていうことが、宣教に開かれていくのにはとても大事じゃないかなというのは日頃から思っています。奈良福音教会ではタンザニア、モンゴル、インドネシアなど海外で活動している JEC やアンテオケ宣教会の宣教師、そしてブリッジズ・フォー・ピース・ジャパンや日本 CGN テレビなどの宣教団体のサポートをしています。奈良にいながら日本全国そして世界宣教の働きを担っています。教会やクリスチャンのサポートがあってこそ続けられる宣教の働き、クリスチャン一人一人の祈りと支援によってより多くの働きが祝福され、
神様の御国が拡大していくのです。宣教の働きをする、このことにおいては私も経験上よく分かっているんですが、目に見えない霊的なサポート、これは祈りですよね。本当に祈りがあるっていうことはどれほどの力でしょうかね。それと同時に初代教会、また使わされたパウロたちが、宣教を2次3次と行っていく中にも、いつもその宣教の伝道の旅行をずっとサポートした人たちがエルサレムアンティオク教会をはじめとして小アジアにもサポーターがたくさんいたってことですよね。つまり目に見えない霊的なサポートである祈りと、そして実際的な物質のやはりサポートがないとこれは進められないということですけれども、先生どうでしょうか。そうですね、本当にその通りだと思います。一番はやっぱりサポートとして、一番大きなのは祈りかなと思いますし、私いつも思うんですけども、教会の方と分かち合ったりメッセージで語らせていただいたりするんですけど、祈ったり捧げたりするっていうことは決してその間接的な宣教との関わりではなくて、それ自体が現地におられる先生の働きと同じ位置に立ってしている働きだと、サポートしてそれの方が劣るような働きではなくて、まさしく献金を捧げたり祈りを捧げたりするっていうことは現地で宣教している働きと同じですと、その意識を持って行きたいですねっていうのを話をします。そうですか。微力ながら私たちの教会でもその先生の JEC から派遣されておりますモンゴルの宣教師に長い間支援をさせていただいたんですね。本当にわずかなものなんですけれどもね。でもいつもレポートを送っていただいて共に祈りながら、ある時にはその先生方ご夫妻もお呼びしてお証を聞いたりして、共に自分たちが宣教していると、日本にいてもですね、海外宣教して、そういう信仰に立てたことも本当に良い経験に私たちなってるんですが、でもそういう経験をいろんな先生方にもねしていただきたいし、また教会にもしていただきたい、こう思いますよね。この宣教伝道、特に宣教団体とかの支援っていうのは一教会や一教派教団ではない部分があるわけですよね。超えなければならない部分がある、どうしてもいろいろな教えのそれぞれの派に、強調点といいますかね、強いところがあるわけで、なかなかそれがバッティングしてお付き合いが難しいという場合もあるんですけれども、でもそれを超えることができるのがキリストの宣教、そういうふうにも思うんですけどもね、その働きを先生の教会がなさっておられるということで、私はいつも思っているんですが、やはりこういうさまざまな意味での差別を乗り越える道は、やはり神ご自身であった方が人となって来られて私たちのために十字架について死んだ、身を裂かれた、それは血を流し痛みを持って神と人を和解させたキリストイエス、もうこのイエス様以外にそれを超える道はないんじゃないでしょうか。どうでしょうか先生。そうですね、本当に私もそう思います。そこがあるからこそ、どんな今壁があったとしても、希望があるなっていうふうに思えるんだと、それを確信を持っています。日本には8000の教会があるんですけれども、これから日本国内もそうですけれども、海外に向けても、与えることが幸いである、与えるならば与え返されるというのが、聖書の法則でもあるわけですから、やっぱり人を送り、また、霊的な祈りを送り、物質を送りながら教会が成長していくと、かえって日本の教会も成長の祝福をいただくと、こういう姿が大事だと思うんですけども、先生いかがでしょう。そうですね、本当に与えていくというか、そういう、宣教にもそうですけども、全ての面で与えていく、国内でも、国内外問わず与える、与えるだけではなくて、私の中にもあるのは、教会が、人数がどうのっていうよりは少なくなっても、送り出す、与えると同時に送り出していくような、隣町に行くかのように、家族に伝道するかのように、隣町に、あるいは他の国にっていう使わして、そこで新たな教会が生み出されていくっていうところにつながっていくような働きを進めていきたいなと今思っています。
今はまあ SNS の時代でもありますけれども、このボーダレスでオンラインで、今コロナ禍にありましてもね、礼拝がそのような形で、同時進行しておりますけれども、どうでしょうか。そうですね、本当にこのコロナになってから、まあ、以前もそうだったかもしれませんけども、より一層このデジタル SNS だとかオンラインの働きっていうのは重要になって、これからもっと用いられていくと思いますし、まあ、教会の中で今回感じたのは、まあ、それはなんか若者とか新たな人にっていう面が強くこの強調されたりしますけども、まあ、高齢者の方にとってもこのオンラインがあることによって、今後例えば教会に行けなくなったとか物理的に不可能になった時にでも、まあ、礼拝に参加したり教会につながっているっていうのを実感できるというか、その面でもこれから CGN さんのしている働きとかも含めて、このオンラインでのデジタルの選挙、メディア選挙の働きっていうのは大きく大切になっていくんじゃないかと思っています。ありがとうございます。先生もこの日本 CGN TV にはさまざまな形で、このご協力をいただきながらサポートしてくださっているんですが、ご自身もゴスペルステーションというですね、この番組の講師として出演してくださいまして、そして、教会にも祈祷会にも時々この CGN TV の番組も、用いていただいていると伺っております。先生がこの日本 CGN TV に関心を持ってくださった、そのきっかけは何だったんでしょうか。そうですね、私の家内は在日韓国人でして、実は私たち結婚するときにですね、まあ、その国籍が原因で大反対を受けたんですね。で、まあ、そういうこともありまして、私の中でなんか日本と韓国の壁がいまだにこの日本の中にこの時代にあってもあるんだなっていうのを感じていたんですね。で、まあ、その時に、まあ、御塗り教会の元牧師で、まあ、CGN テレビをこの解説されたハ・ヨンジョ先生の話を聞きまして、まあ、その先生が、まあ、持ってる財も時間も全てこの日本のために捧げて、日本の福音化のために教会を励ますために全てを捧げてこの CGN テレビをこの解説されたということを聞きまして、心がもうすごく打たれたんですね。これこそまさしく神様の愛の現れだと心打たれまして、まあ、それから CGN さんの働きというか、この流されてくるものに対して、まあ、関心を持って積極的に見始めたというところですね。なるほど。そしてこの日本 CGN TV のプログラム番組をいろんな教会の中でも活用するということで、何か先生アイデアですとか今やってらっしゃることで何かそういうのがございましたら一言いただけますか。そうですね、たまに活用させていただくのはやっぱりこのショート短い、はいはい、この今 CGN さんとかでも YouTube でもちょっと流していただいたりしてますけども、その抜粋の部分ですよね、はい、重要なところを3分間とか1分間にギュッとまとめた、あれは私は短ければ短いほど、用いられることが多いんじゃないかなと思っています。そうですか。今YouTube が流行りですけれどもね、 YouTuber たちのこのスパンを見ますと大体10分15分ぐらいですよね。もうとにかくテンポが速くて、でも至って教会のリアルの対面礼拝っていうのは牧師さん先生は分かりませんけれども、大体やっぱり30分とか、長い先生ですと50分ぐらいお話をなさっているんですけれども、その辺にも何かこういう改革を入れるということで、この CGN TV の番組も用いられると嬉しいかなと思います。それでは最後に先生、これからのビジョンが終わりになりましたらお話しください。そうですね、先ほども言いましたけども、重なりますが、やっぱりこの教会と教会の壁とか、まあ、全ての壁を越えて与えたり送り出していく、まあ、本当に新たな教会が生み出されて、まあ、ボーダレスというか、そういう形でこの福音を届けていくことができたらと、宣教スピリットを持って出ていくことができたらと思って、今教会の方々と共に進んでいますので、それをもっと強く願いながら、それをビジョンとして進んでいきたいと思ってます。そうですか。先生、今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。大変な励ましになりましたし、
教会が受けるだけではない、与える幸いを知って宣教全土に仕えていくものになる、サポートしていく団体になる、個人になるということ、本当に大切だと思いました。ありがとうございました。教会はですね、受けるだけではない、与えることが幸いとなっていく、これはクリスチャン個人にあっても同じだと思いますね。日本の宣教、世界の宣教が進んでいくために、喜びながら捧げることができる、霊的な捧げ物である祈りとともに、また物質的な捧げ物を通してこの宣教をサポートしていく、こういう教会の体質と変えられていきたいと思いますよね。日本 CGNTV も皆様のおかげで15周年を迎えることになりました。祈りとともに物質の支援をもよろしくお願いしたいと思います。本日はこのクリナビ、豊かに祝福されました。それでは来週またお会いしたいと思います。ごきげんよう、さよなら。